愛媛の農業アイドルエノハガールズ、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、いろんなブースさんが来てるっていうことなんですけど、今日私がお手伝いに行ったのはあちらの縁日の方にお手伝いに行ってたんですけど、なるほど、やっぱり嬉しいことがあったんですよ。何何何何何、ちびっこの子が、うんうん、お姉ちゃんそれ上手とかキラキラ可愛いよねっていう風な会話をするだけで、こっちもハッピーな気持ちになったんですよ。よかった、それはいいこと。そう、今日はね、たくさんの方がこちら、うん、マイモトフェアにもね、来てくださって、ね、すごく嬉しいですよね。嬉しい。まずは、そうですね、はい、まずは私たちの30分間のステージを最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、雨も降ってるんでね、皆さん、ね、あの風邪ひかないようにね、気をつけてちゃんと濡れちゃう、確かにテントの中入ったりしてみてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速続いての曲に行きたいと思います。はい、続いての曲はですね、おみかんのナンバーをお届けしたいと思います。はい、聴いてください。おれーし、モンスター
たくさんちょっと めったにね珍しいネタも来ているの で、はい、メンバー紹介をしていきたいと思います。イエーイ。まずはティーリー八幡浜のみかん満点からティーリー。はい、おみかんが恋人の橋川美希です。よろしくお願いします。イエーイ。味がまずきな粉と黒ごまの味があるんですけど、もうその風味がすっごいきて、もうめっちゃ美味しかったです。なんでちょっとこのライブ終わってから、まあ、ちょっと今ブースに今つかみ取りでやってたんですけど、ちょっとつかみ取りで残ってるかどうかわからないので、ちょっと一回ね、残ってないの、残ってないんですか、終わっちゃったの、あれだったらもう一つあるよね。そうなら、つかみ取りではないんですけど、うん、正規さんのお店にいた行っていただくと、はい、うん、あの袋詰めもうされてるんですけど、うん、あのげんこつ飴売ってるので、うん、ぜひ買ってみてください。イエーイ。食感がうまかったね。はい、あの、とにか
ちゃんどうぞ。はい、はい、皆さんあちらをご覧ください。あちら、左側です。左側、左側、左側、うん、あちらの左るまさんの大きくエビ焼きそばって書いてるところなんですけど、ただのエビ焼きそばじゃないんですよ。これがなんかエビがとってもプリプリしているんですね。それだけじゃないんです、秘伝のタレを使ってるんです。やっぱりこのタレの焦げた時の香り、香りだけでもお腹いっぱいになりそうなくらいとっても美味しいんで、ぜひ今日の夜ご飯に食べてみてください。じゃあ、ね、ちょっとプリプリのエビちょっと体で再現してみてください。じゃあ、めちゃめちゃ見てきて、先輩からの頑張って。じゃあ、今回のポーズ、プリプリのエビポーズまで3、2、1、プリ。かわいかったね、みきちゃん。残念やね、残念。ちょっともうちょっとね、もうあ、みきちゃんやってみよう。みきちゃんやってみよう。プリプリのエビまで、みきちゃん。3、2、1、プリ。なんか恥ずかしい。なんか可愛いけど、可愛いけど、多分うちの方が面白くてくれな。あ、じゃあ、じゃあ、はい、いいよ。アイランの口のめっちゃすごいやつ見てあげるので、はい、3、2、1、なんかさ、ブリッシュだよ。ブリッシュだった。これ特殊だよ今。ほら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 、優しいね。皆さんが優しすぎるんですね。ほら皆さんが優しすぎるんです。いや、でもね、今ね、3人がプリってね再現したんですけど、あ、そんな感じですよ、ね、プリプリのね、エビが入ってるということですので、皆さんぜひ食べてみてください。お願いします。それでは早速続いての曲に参りましょう、はい、続いての曲は私たちが大切にしているお野菜の曲をお届けします。聴いてください。いつまでも夢見てたんだ。アイコンさん、キュウリにピーマン、そして愛媛のみかんちゃん、太陽と大地からいっぱい元気をもらって大きくなれ。きっといつまでも自然の中になんだか眩しくて、私はあなたに夢中なの。強くて優しくて大人がる大地
意味が分かんない。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、はい、なんと続いての曲でラストのナンバーになりました。私あんまり知らない。うち今始まったばっかりだと思ってました。あ、私も思ってましたけども、まさかの速さですよ。ですよね。びっくりしました。早いね。なんか今までにやったことと振り返れば、やっぱエビがプリッてしとったことぐらいですけど。そうなんですよ。はい、やっぱね。そうですね。もうこんなに早くもラストの曲になっちゃったということで、はい、皆さん最後ラストナンバー盛り上げれますか？イエーイ。先ほど言ったんですけど、美味しいブースに販売応援行きます。ですのでね、
どこが美味しいんだろうって気になった方は江ノ葉ガールズに声をかけてください。お願いします。そしてもちろん F マルシェさんの方のね、そうですよ、店舗の方にも美味しいものがたくさんありますので、はいはい、そちらでのお買い物もしていただいて、私たちもいますしね、はい、地産地消フェアの方に。そうなんですよ、地産地消フェアのお買い物もぜひぜひ最後の最後まで楽しんでいてください。イエイ。それでは最後に江ノ葉の魂で締めたいと思います。よっ、愛するあなたの葉っぱ役、みんなの心にオルケンね。以上、江ノ葉ガール